こんな時間に誰かいるのか？あれは笑いが止まんねえね。そこには俺のデスクに我が物顔で座り、パソコンを操作する瀬古山さんの姿が。彼は不敵な笑みを浮かべていました。これで俺はクズ岡工業の役員確定、大金持ちになれるぞ。スカットライン。俺の名前はヒロシ。高校を卒業後に入社した株式会社スカト工業の開発部で働くエンジニアです。俺には幼い頃からの夢があります。それは不思議なポケットを持つ青色の猫型ロボットを開発することです。あれは俺が小学生の頃のことです。俺はテレビアニメで同級生から理不尽にいじめられ、涙を流す少年を見て気の毒に思っていました。なんてひどいことをするんだ。もし彼が俺のクラスメイトだったら力になれるのに。そこへ一緒に暮らしている猫型ロボットが登場し、ポケットから不思議な道具を出して少年を助けてくれました。いじめっ子が泣きながら退散した場面を見てスクッとしたのを覚えています。そしてそのアニメでは毎週のように不思議で便利な道具が登場し、幼かった俺はワクワクしながらテレビ画面に釘付けになっていました。俺もいつかあんな風に人々の役に立つロボットを開発するんだ。そう決意した俺は夢を叶えるため努力を積み重ねてきたのです。おはようございます。ヒロシさん、おはようございます。頼まれていた資料ができましたのでチェックお願いします。彼女は牧真紀子、俺の後輩です。入社当初から教育に当たっていました。今ではとても頼りになる存在です。ありがとう、いつも助かるよ。仕事はやりがいがあり毎日とても充実しています。しかしここのところある人物に俺は悩まされていました。おー、とうわー、ちちー、ひろしさん、大丈夫ですか？なんだよ、誰かと思えば高卒のひろしじゃねえか。こんなところに突っ立ったらないよ。お前のせいで俺様の大事なコーヒーが。この男は瀬古山瀬古だ。有名な私立大学を卒業したことが自慢で、高卒の俺に対していつも幼稚な嫌がらせをしてくるのです。この日も明らかにわざと俺のスーツにコーヒーをぶちまけてきたくせに、謝りもせず俺に罵声を浴びせてきました。俺のせいって瀬古山さんがわざとコーヒーをぶちまけてきたんですよね？あれが悪いって言いたいのか？大学歴のくせにこの俺様に意見しようだなんていい度胸だな。そんなんだからお前はダメなんだ。ちょっと瀬古山さん、ヒロシさんは全然ダメじゃないです。あなたの不注意でヒロシさんに迷惑をかけたんだから、まず謝ってください。なんだよマキコちゃん、こんなやつの味方してってろくなことにならないぞ。お前も見てくれだけはいいんだから、もっと男を見る目を養しねえ。実は以前瀬古山さんはマキコさんをしつこく口説いていました。こう見えて俺は有名次第卒なんだぜ。なあマキコちゃん、一回ぐらいいいだろ。やめてください。瀬古山さん何をしているんですか？嫌がっているでしょう。なんだよ、せっかくいいところだったのに邪魔しやがって。たまたまその場面を目撃した俺が注意をしたので事なきを得ましたが、思えばその時から瀬古山さんは俺に対して悪意をぶつけてくるようになった気がします。そういう問題じゃないでしょ。だいたいあなたはいつも。マキコさん、もういいよ、俺は大丈夫だから仕事に戻ろう。ヒロシさん、でもいいからいいから。へっ、英語全部売りやがって。もちろん俺だっていい気はしません。しかし営業の瀬古山さんとは部署も違うし、大して実害もないので放っておいていました。そんなある日、スカト工業の創業者であるスカト哲司社長が社員を集め重大発表をしたのです。この度我が社の社運をかけてどでかいプロジェクトを立ち上げることになった。名付けてワントプロジェクトだ。彼がスカト社長、曲がったことが大嫌いで
実直を絵に描いたような男です。俺は千里の道も一歩からという社長の信念に共感し、この会社に入社を決めました。社員に対してまるで家族のように接し、厳しくも温かく導いてくれる理想の社長なのです。まったく話が長いな。早く終わらねえかな。周囲の視線が集まっていることに瀬古山さんは気づいていないようです。社長は瀬古山さんを人睨みした後、咳払いをし話を続けました。そこでこのプロジェクトのリーダーにヒロシ君を任命する。俺ですか。さすがヒロシさん。高卒ヒロシがリーダーだと。スカと社長ついボケちまったのか。なんと社運をかけた大きなプロジェクトのリーダーに社長直々に任命されたのです。君の知識や技術、勤勉さには大いに期待しているんだ。よろしく頼むよ。光栄です。よろしくお願いします。俺たちは早速家庭用犬型ロボットワンタの開発に乗り出しました。ヒロシさん、おめでとうございます。そういえばワンタって具体的にどんな商品なんですか。ワンタは犬の所作を忠実に再現した家庭用ロボットだよ。もともとはペットを飼いたいけれど年齢を理由に諦めている高齢者や住宅環境などの様々な理由でペットを飼えない人たちをターゲットにしていたんだ。そうなんですね。でも可愛いだけのロボットだったらすでに発売されてますよね。ああそうだね。ワンタは可愛いだけのロボットじゃないんだ。最新の AI 技術を搭載していて、家電やスマホと同期して持ち主の日常生活を手助けしてくれるんだ。電気やエアコンをつけてくれたり音楽を流してくれたりとかですか。すごい便利ですね。これならペットを飼いたいけど飼えない人たちだけでなく、いろいろなニーズに応えていけそうですね。それだけじゃないぞ。遠隔操作可能なカメラを搭載していて、見守りカメラとして使えるし、有事の際には大音量のアラームで周囲に危険を知らせ通報もしてくれるんだ。購入した後も無料のアップデートが可能で、今後も技術の発展に伴っていろいろなサービスの発展も期待できるのさ。可能性は無限大なんだ。こんなに素晴らしい製品の開発に関われるなんて嬉しいです。私も微力ながら精一杯頑張ります。頼もしいな。絶対に成功させよう。なるほど、こいつチャンスだ。翌日出勤した俺はデスク周辺をうろつく瀬古山さんの姿が目に留まりました。おはようございます。ってあれ、瀬古山さん、俺のデスクに何か用ですか。ヒロシ、なんでもねえよ。なんだったんだ。俺が声をかけると瀬古山さんは慌てた様子で立ち去りました。これまで営業部の瀬古山さんは俺たち開発部を見下していて、よほどの用事がない限り開発部に顔を出すことはありませんでした。しかしその日から瀬古山さんはたびたび開発部に姿を見せるようになったのです。ある日俺が休憩から戻ると、こうやってふいふいって、ここに防犯カメラなんかないし楽勝楽勝。瀬古山さん、ねえ、まだ10分前なのにもう帰ってきたのかよ。少し経ってるに。俺のパソコンを勝手に触らないでください。大切なデータがたくさんあるんですよ。お前みたいな高卒にプロジェクトリーダーなんて荷が重いだろうから、ちょっと手伝ってやろうと思ってたんだよ。手がこれきの分際で茶人のあるね。なあ瀬古山さん、言っちゃった。瀬古山さんはそう吐き捨てるとどこかへ去っていきました。幸いデータが改ざんされたり壊されている様子はありません。それから数ヶ月後、出勤した俺の目に飛び込んできたのは俺のパソコンに手を伸ばす瀬古山さんの姿でした。瀬古山さん、またですか。もういい加減にしてください。うるせえね、駆け上がれ。ああ瀬古山さんは俺に体当たりをし突き飛ばしながら去っていきました。ため息を漏らし仕事に取り掛かろうとすると、見慣れないハンカチが落ちていることに気がついたのです。これ瀬古山さんのかな。
もう、あの人は一体何がしたいんだ。俺はハンカチを拾うと急いで瀬古山さんの後を追いました。幸い彼は開発室を出てすぐのところに立っていました。どうやら誰かと電話で話をしているようです。声をかけるタイミングを見計らっていると怪しい会話が聞こえてきました。藤岡社長、計画は順調ですよ。絶対にデータを持ち出してやりますから。くずおか社長って、うちのライバル企業のくずおか工業の社長のことか。それに、計画？データを持ち出すって、まさか！瀬古山さんが何を企んでいるのか、はっきりとは断言できませんが、何かよからぬことを考えているのは間違いないでしょう。俺は瀬古山さんに気づかれないよう、そっとその場を後にしました。開発部に戻った後、しばらく考え込んでいると、さん、ひろしさんってば。うわー、びっくりした。マキコさん、どうしたの。どうしたのじゃないですよ。さっきからずっと呼んでたのに全然気づかないんだもの。ごめんごめん、ちょっと考え事をしていたんだ。仕事中なのに珍しいですね。何かあったんですか。実は俺はしばらく考えた後、注意喚起の意味も込めて先ほどの出来事をマキコさんに伝えることにしました。というわけなんだ。そうだったんですね。確かに最近瀬古山さんを開発部でよく見かけますね。確かな証拠があるわけじゃないけど、ちょっと気をつけた方がいいと思うんだ。わかりました。こうして俺たちは密かに瀬古山さんの動向に注意するようになったのです。それから数週間後、プロジェクトもいよいよ最終段階を迎え、俺とマキコさんは遅くまで会社に残り残業をしていました。明日の社内発表会を前に最終チェックをしていたのです。ふう、やっと終わったぞ。すっかり遅くなってしまったな。いよいよ明日ですね。ああ、マキコさんもお疲れ様。明日に備えて今日はここまでにしておこう。はい、お疲れ様でした。俺とマキコさんは笑顔で明日の成功を誓い会社を後にしました。しかしそれから1時間後、大変だ、家の鍵を忘れてしまった。はあ、仕方ない、取りに戻ろう。会社に鍵を置き忘れてしまったことに気がついた俺は来た道を戻り歩き出しました。明日の社内発表会のことで頭がいっぱいになっていたのかもしれません。再び会社に立ち入ると、開発部の前で俺は思わず足を止めました。施錠したはずのドアが10センチくらい開いていたからです。しかも薄暗い開発室の中で人の気配を感じたのです。こんな時間に誰かいるのか。あれは笑いが止まんねえね。そこには俺のデスクに我が物顔で座り、パソコンを操作する瀬古山さんの姿が。彼は不敵な笑みを浮かべていました。これで俺はくずおか工業の役員確定、大金持ちになれるぞ。パソコンの画面にはワンタプロジェクトの製品資料が映し出されています。よく見るとコピー中の文字が。俺は瀬古山さんに気づかれないようその場を立ち去ると、とある人物に電話をかけました。もしもし、実は今。翌日、外出先から戻った俺とマキコさんに瀬古山さんが上機嫌な様子で話しかけてきました。いや、高卒ヒロシ、相変わらず腕つの上がらに連れしてるね。俺様みたいに賢く努力すればよかったのに、まあ来世に期待するしかないね。ちょっと何を言ってるかわからない。今世を諦めたつもりはないんですが。まあいいや、これからはお前の顔見なくて済むしね。どういうことですか。退職届を出してきたんだ。お前らと違って優秀な俺様はこんな三流の底辺企業で終わる気はないからね。高卒のヒロシにはお似合いだがね。はあ。なんでつまんねえ女、せっかく俺様が声をかけてやったのに、お前みたいなバカ女、こっちから長い下げだ。こうして俺たちに散々悪態をついた後、
瀬古山さんは去っていきました。やっほー、瀬古山くんよくやった。彼ぐらい朝飯前ですよ。早速盗み出したデータをもとに製品開発に取り掛かろう。これで俺たちの勝ちは確定だ。忙しくなるぞ。それから3ヶ月後、葛岡工業は新製品として大々的に犬型ロボットタンワを売り出しました。犬型ロボットタンワ、こちらは我が社が社運をかけて開発した製品になります。葛岡工業営業部部長の瀬古山です。犬型ロボットタンワ、こちらの製品は犬の所作を忠実に再現した可愛らしさだけでなく、最新の AI 搭載で様々な便利機能も兼ね備えているのです。テレビ画面にはニヤニヤとした葛岡社長と瀬古山さんが高笑いをしている姿が映し出されました。自分たちの成功を確信し、笑いが止まらないのでしょう。しかしそれから1ヶ月後、考察ヒロちゃん出しやがれ。ふざけやがって、ちくしょう、ただじゃおかねえぞ。瀬古山さんと葛岡社長が会社に乗り込んできたのです。俺と真紀子さんは毅然とした態度で2人の前に立ちました。今日は一体何の用ですか。出てんねかなっぽんかつげ。我が社で開発した犬型ロボットタンワが特許侵害とはどういうことだ。実は瀬古山さんがデータをコピーしている現場を目撃した翌日、俺はスカト社長の指示で特許申請を行っていたのです。こちらをご覧ください。俺と真紀子さんは葛岡工業が発表した新製品タンワの資料と俺たちが作り上げた開発資料を広げ、二人に突きつけました。この2つの資料からお分かりいただけると思いますが、タンワは我が社が開発したワントのパクリ製品であることは明白です。何の根拠があって、ちょっと名前が似ているだけじゃないか。名前が似ているだけではありません。見た目も機能も全て同じです。そんなのたまたま偶然が重なっただけだろ。瀬古山くん、君がヒロシくんのパソコンからデータを持ち出したことは分かっているんだ。我々は今回の件毅然とした対応を取らせてもらうよ。そんなふざけた話認められるか。全部お前らの妄想だろ。言いがかりにも程がある。大体俺がデータを盗み出した証拠なんかどこにもないだろ。そこまで言うなら確固たる証拠を出せよ。出せるもんならね。瀬古山さんはよほど自信があるのか、罪を堅くなに認めようとしませんでした。そこで俺は手持ちのタブレットからとある映像を流したのです。来るで俺は葛岡工業の役員確定、大金持ちになれるぞ。そこには俺のデスクの前で高笑いをする瀬古山さんの姿がバッチリ映し出されていたのです。なんでこの映像があるんだよ。開発部に防犯カメラなんかなかったはずだ。あれだけ堂々と怪しい動きをしておいて何も対策しないわけないでしょう。社長にも相談して防犯カメラを仕掛けておいたんですよ。ちなみにワンタにも搭載されている見守りカメラと同じものを設置したので、瀬古山さんの表情までくっきり鮮明に映っていますよ。証拠は十分揃っているんだ。機密情報の漏洩についても被害届を提出するよ。この野郎、あれだけ言っておいたのにヘマしやがって。俺は何も知らねえ。全部瀬古山が勝手にやったことだ。裏切るのかよ。またまたあんたが情報を盗み出したら役員にしてやるって言い出したんだろうが。葛岡社長は確固たる証拠を前に部が悪いことを悟ったのか、瀬古山さんに全ての罪をなすりつけようとしました。しかし瀬古山さんも黙ってはいません。二人は人目もはばからず醜い罵り合いを始めたのです。うるせえ、こうなった以上お前のことはもう知らん。ふざけるんだ。こっちはリスクを背負ってあんたの指示に従ったんだ。お前だけ助かろうとするなんて許せないぞ。争いは激しさを増し、周囲に物が飛び交う事態に発展しました。その時瀬古山さんが投げた観葉植物がこちらに飛んできて、
マキコさんの足元で大きな音を立てて割れました。このまま2人を放っておいたら車内はめちゃくちゃにされてしまうでしょう。2人とも危ないじゃないか。もうやめるんだ。うせえ、高卒のぶざけ、俺様に指図するんじゃねえ。いやお前、俺を誰だと思ってるんだ。俺様はクズ岡工業を一代に築いた社長様だぞ。お前の言うことなんか誰が聞くか。今学歴や肩書きは関係ないでしょう。うん、とにかく俺は関係ないんだ。オタクと瀬古山の揉め事にうちを巻き込まないでくれたまえ。関係ないわけないだろ。あれはあんたの指示で動いたんだ。メールのやり取りは残っているし、こうなったらあんたも道連れにしてやるや。二人がまた睨み合ったその時、ついに堪忍袋の尾が切れたのか、スカト社長が声を荒げたのです。いい加減にしなさい。社長が一喝すると、驚いた二人はビクッと肩を震わせ動きを止めました。そして一瞬の静寂の後、社長は冷静な口調でこう言ったのです。君たちがやったことは到底許されることではない。きちんと罰を受け悔い改めるんだ。ちくしょう、こんなはずじゃなかったのに。俺は夢次第卒なんだ。それなのにこんなことになるなんて。二人は真っ青な顔でうなだれると、駆けつけた警察官に連行されていきました。その後、葛岡社長と瀬古山さんは揃って逮捕・起訴され、裁判の結果、塀の向こうで暮らすことになりました。葛岡工業は多額の賠償金を支払う羽目になった挙句、悪行が広まり倒産。風の噂によると、瀬古山さんは刑務作業の覚えが悪く、散々見下していた高卒の受刑者たちにポンコツ扱いをされ、苦労しているようです。一方、スカト工業のワンタプロジェクトは大成功。おかげさまで多忙な毎日を過ごしています。この日はプロジェクトの成功を祝って、社内でささやかなパーティーが開かれました。皆さん、駅前のスイーツショップで桃のタルトを買ってきましたよ。うわ、うまそう。あそこ大人気で、いつもすごい行列なんだよな。せっかくのパーティーですから奮発しちゃいました。ん、社長が物欲しそうな目でこちらを見ている。スカート社長、社長も一緒に食べましょう。いや、私は甘いものはちょっと。そうおっしゃらずに、とっても美味しいですよ。社長が甘いもの好きなこと、みんな気づいてますよ。そこまで言うなら。うまい。濃厚なのにくどくない生クリームに桃のさっぱりとした甘さがマッチして、これなら何個でも食べれるぞ。多めに買ってきてありますから、存分に味わってくださいね。こうして一連の騒動は幕を下ろしたのでした。ワンダプロジェクトは大成功を収めましたが、俺の夢はまだまだ終わりません。いつか自分の夢を叶えるため、俺はこれからも仕事に邁進していくのです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。